こんにちは。大阪のトランクで働いている千秋です。今日は、高めのお団子アレンジを作っていきたいと思います。すごく一足でできて簡単なので早速やっていきます。まず全体ちょっとあんまり最初は恥ずかしいんですけど、上の方でしっかり下を向いて少しこんな感じで指を使って上目で止めます。結構団子って下に下がってくるので思ってるよりも上の方でまとめます。でこの時に一緒に顔周りのくれ毛も残しておきます。こんな感じで残します。高めの位置で持ってきたらゴムで結びます。で一回結びます。結んだら少し引き出しといて、もう一回ゴムで結ぶんですけど、この時にこの少し出して、ここの作ったお団子を少しこんな感じで引き出して、であとは少しだけお好みで髪の毛残して、この余った毛先はロープ編みをします。ロープ編みをしてこのお団子にくるくると巻きつけてピンで留めます。で高さを出したいのでしっかりと引き出して、で少しこんな風に出ちゃったなってところはピンでお団子の方に引っ張ってピンをお団子に向かって刺すといいと思います。こんな感じ、この出てる毛先をアイロンコテで巻いてあげます。こんな感じ で顔周りも今回は外羽とかにして本当にゆるっと巻いてあげます。こんな感じで、外羽だけだとちょっとあれなので、こうやって波ウェーブも可愛いと思います。あとはワックスかオイルをこんな感じでつけてあげるとで最後ちょっと調整でこんな感じで引き出して団子が出来上がりました。すごい高めのお団子だと涼しくてこの夏とかはすごくおすすめなので、ぜひ試してみてください。でこの顔周りとかもワンカールにすることでこのよりゆるっと感が出るのですごく簡単にできると思います。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。